ですね。頼もしいです。頼もしいです。今はもうチームに欠かせない存在になりました。そうですね。そのフーさんの VTR を用意しました。チェックイン。本当に小さい時に課題者だったんですけど、野球を始めてからプロ野球選手になりたいという思いでやってきました。夢は自分の裏切り、まあ、自分の裏切りこそボールが速くなったり遠くに飛ばせたり、その楽しみになりました。努力、夢を裏切り、背番号51、宮崎敏郎。2011年、九州から上京し、社会人野球で活躍。まあ、いろんなこともありますけど、野球の監督がやることになるんじゃないかなと、不安だったり、そういう部分を始めることなかなかないので、そういうことで続けられましたし、本当に楽しみだと思いました。2年後、ドラフト6巡目でベース発言入団。やっぱり野球が好き、本当に野球に社会に行くことができます。野球史だからこそ自分の全てを注ぎ込む。中3ポイントよりは思い切って打って取るみたいな打席を少しして行けるかなと思います。消極的になっちゃうと中3ポイントになっちゃうので、これもすぐに打った時間を上げることになるので、スポークにしたい。その気持ちが自分を強くしたい。昨年はチームをクライマックスシリーズへと導き、その原動力の一人として活躍。去年のシーズンを経験したっていうのは、本当にチームにとって